オラブルネラです。今日はオレンジメイクをしていきたいと思います。オレンジメイクといってもちょっとカントリーも混ぜたような感じで、こんな感じです。よかったら見ていってください。見てくれていいなと思った方はいいねボタンをお願いいたします。いいねボタン、高評価をお願いいたします。チャンネル登録の方もお願いいたします。では楽しんできてください。いってらっしゃい。はい、ではまず眉毛から描いていきたいと思います。眉毛は3種類のものを使って描いていきたいと思います。この後ペン、眉マスカラ、まず粉のものを筆に取って塗っていきたいと思います。セザンヌのパウダーアイブロウオリーブブラウンの明るい方、目頭の方から3分の1だけ塗ってもらえれば大丈夫です。で、次に目尻側をペンシルの方で描いていきたいと思います。ペンシルの方はセザンヌブラシ付きアイブロウ繰り出しの04のディープブラウンのものを使っております。眉尻の方だけに形を整える目的で形を整えるために塗っていきたいと思います。こうなるようにこんな感じでちょっと軽く塗った感じですね。アイブロウマスカラの方はキャンマイクのカラーチェンジアイブロウ01ですねを塗っていきます。結構色変わる、こんな感じですね。そうしましたらアイメイクをしていきたいと思います。アイシャドウ系は2種類だけ使っていきたいと思います。大好きなビゼのものを使っていきたいと思います。このオレンジっぽい方がビゼアバンシングルアイカラーの029と、こちらラメの031を使っていきたいと思います。最初にラメの方を塗っていきます。ピンクがかったホワイトなラメですね。目の全体に塗っていきます。目全体に塗っていきます。上塗れましたら次に下もう結構全体に塗ります。涙袋も塗れましたら鼻の筋のここら辺もちょっとはみ出して塗ります。次にオレンジの方を塗っていきたいと思います。こちらは筆に取って塗っていきたいと思います。二重幅にまず塗っていきます。アイラインのラインを入れるところにもこんな感じではみ出して大丈夫です。で、こっちもはみ出します。こんな感じですね。次にもうつけないでこの目尻のまぶたに塗っていきます。つけないでこの二重幅に塗ったところから取る感じで、こんな感じです。で、下まぶた、涙袋の方にも塗っていきます。で、これももうつけないでこんな感じで黒目の内側のとこまで塗りました。涙袋を描いていきます。昔100均で買ったアイライナーペンシルってものですね。形に沿って描いていきたいと思います。で、今回目尻結構長く引いてもらいたいんですけど、引きます。オレンジのシャドウを塗るのに使ったこちらの筆で広めます。こんな感じです。アイライナーを引いていきたいと思います。本日2種類使っていきます。二重にして描いていきます。今日は黒のアイライナーで使うのがこちらケイトのスーパーシャープアイライナー、いや間違えた、スーパーシャープライナー A のブラックですね。こちら使っていきたいと思います。本日はちょっと長めに、ほんのちょっとだけ長めに引いていきたいと思います。目尻まで持ってったら一回止めます。私は目尻だけ引く派なので黒目の真ん中あたりから下に流していく感じです。目尻をさらっと流していきます。結構垂れ目テイストこんな感じです。ポイントとしてはこのオレンジのシャドウをはみ出して塗ったじゃないですか。それの下からこう囲む感じで塗ります。次にこちらが安室さんかな、イメージモデルをやってました。オレンジとなんか何色か出たんですけど、それのオレンジを今日使いたいと思います。ビセリシェカラーインパクトリキッドアイライナー240のオレンジですね、使っていきます。これを二重幅のところから引きます。平行に引く感じです。で、アイライナーよりはちょっと長めに引きます。二重幅の目尻からアイライナーと平行に引きます。こんな感じです。次にこれもすっごい昔に買ったものなんですけど、キャンメイクライティングリキッドアイズアイシャドウ、アイシャドウなんですけど、これは涙袋に使うやつでこういう感じになってます。これをここに塗ります。塗ってこんな感じで手で広めます。はい、広められましたら次にまつげを上げて軽くマスカラをしていきたいと思います。まずはまつげを上げていきたいと思います。なんか最近友達とかで上がんないみたいな、ホットのアイビューラーでやると
いいらしいです。アイロンと一緒でなんか熱を加えることでなんかその形に保たれるので、普通のビューラーじゃうまく上がんないなっていう人はホットアイビューラーを使うのがおすすめです。マスカラを塗っていきます。いつの間にかもらってた。伸びるんですよこれ。下まつげと上まつげの目尻だけ塗ります。下まつげの方濃いめに塗ります。そばかすをちょっと描いていきます。使うのがキャンメイクのクイックイージーアイライナー02、ブラウン系の色ですね。こちら使っていきます。そばかすを描く時のポイントがなんか大きさを変えるといいです。強く押して描いたり軽く押して描いたりってすると大きさが変わるので、目鼻のここだけ塗ります。こんな感じです。チークを塗っていきたいと思います。わ、オレンジチークを使っていきたいと思います。チーク下地としてクリームチークを塗っていきます。ピンクを使いたいと思います。ベビー DJ チープ&クリーム FR のフローラルピンク、結構明るめの色ですね。下が見えてきちゃったんですけど、手に取って広めに塗りたいんですけど、一回縦にこう塗ります。で次にここ、間に塗ってない部分ができる感じです。鼻のこのそばかすを描いたとこだけ一回塗ります。ここにも塗ります。こんなここです。ここだけ塗ります。このチークの方はキャンメイクパイダーチークスの PW25 オレンジの色ですね。こういう色です。塗っていきます。こう斜めに塗ります。そうしましたら鼻塗って、この流れでこう塗る感じです。だからこの間ちょっと濡れてないゾーンができるんですよ。で鼻の下にも塗ります。こんな感じです。この濡れてないゾーンを作るのはなぜかというと、目元が明るく見えるため。仕上げに入っていきたいと思います。こちらマークのミネラライズスキンフィニッシュ ライトスカペードのフェイスパウダーを塗っていきます。宇宙柄っぽい筆に取って塗っていきます。この高い部分だけです。の T ゾーン塗っています。塗ります。鼻の先っぽだけです。ほっぺたの高いところ、顎でここですね。で最後にここだけちょっぴり塗ります。と光沢が出るイメージで塗っていきます。ここの先っぽがこうなるように、こちらのセザンヌのパウダーをの明るい方だけ指にとってここに塗ります。線描きます。鼻のところに、はい、描けました。そうすることによって鼻の先っぽがこう突き出て見えるので、鼻が高く見える効果があります。ハイライトを塗っていきます。 MAC のものを使ってまして、エクストラディメンションスキンフィニッシュショーゴールドフェイスパウダーを使っていきます。ピンクゴールドみたいな色をしてます。手に取っちゃいます。鼻の先っぽにまず塗ります。結構横も塗ると綺麗に見えます。一番頬の高いところにこう線を描くイメージで塗ります。でこんな感じです。そうだ、唇の上もちょっとだけ塗ります。唇の高いところ感じです。シェーディングに入りたいと思います。ケイトのものを使ってます。10種類あって明るいものと暗いものがあるんですけど、暗い方の色を選びました。暗い方の色のさらに茶色い方を使っていきます。ここですね、影を作ります。縦に塗って横に塗る、こんな感じです。リップに入ります。リップ下地をしていきます。ローラがイメージモデルやってましたビセのビセリッシュクリスタルディオリップスティックの BE360 ベージュの色ですね。こういう真ん中だけに色が入ってるやつです。これを一回普通に塗ります。申し訳ないんですけど、なんか外国のやつなのですごい茶色い、茶色っぽいリップであれば使ってもらって大丈夫です。全体に塗ります。一回ポンポンして塗ります。次のリップがビセリシェマットリップブラッカーってやつで、これもまたベージュかなを使ってるんですけど、こんな色です。これを一回上に塗ります。最後にヤシの付録についてきたやつなんですけど、ジナアングリッドグロスですねのオレンジ05番ですね。何種類か5種類くらいあるんかな。結構ラメがかかってて真ん中に塗ります。ここですね。で、お山のところにもちゃんと塗ります。こんな感じです。唇の一番高いところ、横から見て一番出てるところに塗る感じです。これで本日のメイクは終了になります。髪の毛を直していきたいと思います。はい、で髪の毛を整えてきました。今日はポニーテールにします。で大きめのピアスをすると結構なんか顔が強調されて、そばかすが結構見えるのでおすすめです。そばかすが濃いめに描きすぎて気になるなって方は、この上からフェイスパウダーとかなんか普通の粉のファンデーションとかポンポンでしてもらえれば結構隠れるの で、なんか本当に近くに来た時に、あ、そばかすあるんだみたいな感じになるので、気になる方は上からまた粉のファンデーションを振ってもらえれば
大丈夫だと思います。以上で本日の動画になります。いいなって思った方はグッドボタンでお願いいたします。チャンネル登録の方もよかったらお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。